皆さんどうもこんにちは、ワンディーアンのゆうぽんです。はい、今日はコメント欄にはもうちょくちょくというかもうマジでそれしかなかったです。アップデートいつ来るかなと思って見てたんですよ、スマホ。そしたら夜ぐらいに気づいて来てるじゃんと思って、今日でも早速遊んでいきたいと思います。では早速やっていきましょう。じゃあね、早速やっていくんですけど、でね、まずね、コスチュームが追加されてるんでちょっと見ていきたいと思います。で、今回コスチューム何かというと、男が魔導士、女が魔女みたいです。いきましょう。クイズで魔女ですね。じゃあ広告見ていきましょう。レッツ広告。うわ、かわいい。めっちゃ魔女、ほら。わ、靴もとんがって。じゃあ男やっていきましょう。男、こんにちは、ポンタです。これですね、魔導士。うわ、パクったね、靴。でもいいんじゃない。まあでも私はポンコなんで、ポンコでやっていきましょう。え、なんかあんのかな、武器。あ、なんかある。え、なにこれ。あ、やばい、自爆。なんかね、魔法が使えるみたいですね。しかもこれ無限っていうね。ちょっとね、なんかね、追加されてるのが、まず救急車でさ、こう後ろ乗れるらしくて、今倒れた人だから、一回やってやんないといけないですね。検証、具合悪いとか寝てるじゃん、よくピーボーピーボーと運ばれて、それができるみたいです。で、あとは子供がパジャマで着替えられたりとか、あとはキャラ編集でこう汗もできる、あとはポーズができる、キャラ編集からポーズモードで着席の時に食べ物を出せるようになったっていうのと、あと手をつなげる、あとはあれです、あそこに小さなホテルが、小さな無人ホテルだって。やれということですか。あとポーズまだ追加されたんですね。あとさっきのコスチューム、あとはポグに速度設定を追加とか、あとは電動立ち乗り、あ、ありましたね、こうやってビーンと乗るやつ。あれが無敵ではなくなったんだ。じゃあ人にぶつかった人ブラーじゃあなっちゃうって感じですね。あとはなんかね、まあいろんな感じの、ね、こういうものがありますよっていうのがあるんですけど、まあまずね、救急車よりも私はホテルに行きたいので、先にホテルに行っていきたいと思います。力いっぱいでしたもん、ホテルなんて言ったらね。うちいつもアップデートの時ってもう絶対見ないようにしてるから、マジで分かんない、ラブホなのか普通のホテルなのかすら分かんない。でもこっちあったよね、あれどこだったっけ。あ、あれじゃない、え、あんなのあったっけ。あ、ホテルって書いてある。え、なんか立派なホテル。安定に上手ですね。こんにちは、ポンコです。はい、ここですね、ホテル。入っちゃった。うわ、赤いマット、いいですか、入っちゃって、すいません。うわ、え、ラブホなんじゃね。見て、お風呂です、皆さん。だとこれお風呂で、なんでベッド回ってんのね。ベッドが回ってんだけど、怪しいね、これ。ベッドが回ってるんですよ、ベッドが回って、ポンコさんが寝てます、これは怪しい。じゃあ、あと男と行きましょうか。ん、あ、なんか頼めるみたいですね。じゃあカフェラテで行きましょう。ここだね、おいしいおいしい、生きててよかった、そこまでか。一部屋はこんな感じで、次また何かあんのかな。あ、ここにもある。ちょっと変わってるのかな。あ、なんかちょっと、でもなんかね、作りはほぼほぼ一緒っぽい、一緒っぽいんだけど、マジホテルだね。え、すごい、ちょっとおしゃれになったホテルって感じ。え、すごいすごい。こっちはこれ最後の階ですね。あ、青になってる。お風呂どこ？え、これお風呂？いや、いいホテルですね。一人でも楽しめちゃう。いいですね、こういうホテル。やっぱ一人ホテルってありますから。一人ディズニーと一緒で、一人ホテルってありますから。大事ですね。一人って大事。じゃあ一回人倒して、救急車乗せましょうか。え、誰にしようかな。え、誰がいいと思います？え、やっぱ、たこ焼きだよね。やっぱたこ焼きにしよう。やっぱこういう時ってたこ焼きなんだよ。じゃあ新しい武器でやっていきましょう。あ、待って、武器がない。着替えちゃったから、行きましょうか。三平を倒したいと思います。レッツ三平。強いですね、じゃあ。あれ、やばい。あ、行けました、行けました、すみません。死んでしまった。いつもセリフありがとうございます。抱っこして病院で、救急車乗るといいみたいですよ。乗る。はあ、寝込んでます、三平が。寝込んでます、たこ焼きが。三平運ばれてる。ほら。すごくない？危ない！ちょっと鳴らさないとね、サイレン。
サッペ倒れてるから、あーゴミのサッペは、え、足すごくない今、え、足すごい足すごい足すごい、いいねサッペ、おーおーおお、手がらぶる手がらぶる、やばい、たこ焼きのうんちが危ない、ダビちゃん今から助けるからな、ここだ、到着しますよ三平さん、大丈夫です、三平さんなら大丈夫です、はい、お、三平も出てきた、よし行くよ三平さん、じゃあで、なんか回復するときはこの人に話しかけるといいみたいですね、マジで、あ、回復した、見てたこ焼き回復した、あ、三平怒っちゃってるねやっぱり、でたこ焼き買ってあげるからって感じで、こう生き返らせることもできるみたいです、いいですね、あとは、あ、そうだ、食べ物出せるんでしょ、出したよね食べ物、じゃあ着席したら出せるとのことだったので出してみたいと思います、キャラ編集から、あ、これだ、ん、あ、抹茶がある、こうやって大きくできるみたいですよ、ほら、どこも大きくできるんだろう、やばくない、え、なんでこんな大きくできんの、まだ行くか抹茶アイス、どこまで行きます、え、まだ行くんだけど、無限、え、やばいって、え、え、どうしよう、ちょっと待って、食べるってできる、ちょっと食べるわ、じゃあじゃあちょっと次は子供に変更してパジャマ着てみましょう、うわ、え、早くない、来るの怖っ、いのこいつ、あった、これだ、着替える、あ、すごいパジャマになってるよ、やだ、いいですねこれ、でもなんか結構さ子供たちの服ってさめっちゃ少なかったじゃん、よかったです、パジャマも追加されてよかったね、手をつなぐモードちょっとやりたい、あ、手つないでるよ、見て、え、かわいい、一緒に手つないでる、でなんかさ手の向きっていうの、なんか距離っていうのなんかできるみたいなんだよね、あった、手をつなぐキャラの位置、すごい変だよそれは、どこ行くどこ行くどこ行くって、別に来た、え、やば、え、すごくない、キモいキモい、うわ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 、顔が交互に顔が交互に、もう埋もっちゃうじゃん、うわ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 、バイバイって、え、なんだあれは、なんだあれはみたいな、うわ、なんかすごいな、手つなぐっていうモードがね、マジ面白い、いろんな格好になるのね、まあ新しく追加された内容をね全部やったので、早速ねちょっとお着替えしてホテルへ行きたいと思います、念願の、じゃあね着替えましょう、はい、じゃあポンタ君の方がいいでしょ、みんな相手、まあ、やっぱり制服じゃない、制服で行くね、じゃあ学校帰りっていう設定で、よし、じゃあ早速ねホテルに行きたいと思います、イエーイ、これと何これ、え、何このポーズ、これ筋肉痛になるやつだね、あ、くるくる回ってる、お、トリプルアクセル、いや今回も苦節、あ、これはもうあれか、前のやつか、そうだね、前のやつで多分ここからが新しいやつだ、もう個人的にこれ好きすぎてやばいんだけど、じゃあ行きましょう、もう普通に、大丈夫、どうした、大丈夫、なんか今なんか転ばなかった、これなんかさアパートとかさ入れるようになったらいいのにね、来ました、ホテルです、夜にしないといけないんですね、ねえライトピンクって完全狙ってるよね、え、これさめっちゃさこの話して見る感じめっちゃいいんだけど、え、暗っ、暗くなっちゃった、こんなに暗いんだ、こんなに暗くなんだね、うわ、なんか怖い、え、なんか怖い、なにこれ、え、普通にお化け出てきそう、あれ、いない、あれ、どこ行った、あれ、固まっちゃった、え、なにこれ、はい、ということで、いやね、最後で止まっちゃって、クソと思ってしまったんですけども、ホテルがね、すごかったですね。救急車はまあすごいと思ったんですけど、やっぱホテルにはかなわねえなと。いやね、まだね、行ってないという方、よかったら行ってみてください。いや、面白かったです。だからさ、次はさ、アパートとかってあったじゃん。そこ入れるようにしてほしい。で、みんな住んでんの。いろんな人が。動物園とか作ってほしい。まあでもね、桜スクールシミュレーターもいろんな楽しみがね、まだまだあるので、いや、これからもね、すっごい楽しみです。
いやでもありがとうございます、楽しかったですではご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ゆうぽんの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINE ラブ、TikTok の方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。